帰るやろうな。あ、乗った。え、ああ。行ってみよう。あ、母ちゃん泳ぐ。母ちゃんちょっとプール行ってみて。プールですか。はい。母ちゃんにあげたのね。何も母ちゃんありがとう。より上手だな。泳げるやん。ひたた泳がれ。クリオネ、クリオネ。ホクソに手かけた。入る？はい。あ、すぐはね。はい、じゃあすぐあっちに行って。いいよ、いいよ。欲しいね。私欲しいね。そう、大一人。いいですよ。一番マシなやつ。いいよ。はい。そうな。ないんちゃう、さっきの。ないですね。アジをこの間に探してみて、隙間とか。食べるかな？早く食べる。昨日十何秒って言ってたけど。
それ食べたらおかわりくるよ。どうする？その下の木の隙間もないよね。普通に食べたら、今日はもう鶏肉。ああ、なんでやねん。私の手やがな、はい、水の中で多分食べてる。でもカス多いとこで、また上がっちょっと下がって、わざと陸まで上がらして、はい、鳥に落として、うん、そんなにじっとしないけど、陸にそうそう、はい、どうぞ、座って、またイカナゴで、ちょっと今日大きいからな、時間かかるかも。でこうやってイカナゴが大きくってちょっとも時間かかるバージョンだから、さっきみたいに切りを見ても出てったらいいんだけど、朝は朝で食べててほしいので入れててもらって構わないから、はい、離れるっていう感じでしたかな。今1,2,3尾目やで、イカナゴもう1本とアジ1個入れて いこうかな。あ、食べた、食べても、まあ、もうちょっと待ってな、もうちょっと待って、あ、食べるわ、あ、食べたわ、あ、まだ出てきた、出てきた、あ、食べました、あ、食べました。イカナゴにしようかな。え、計算が追いつかない。25、2尾とさっきの40やから、これも40やから、これで40で80、180食べて、アジ食べてるから。あー、そうね。今日400g にしたかったから。じゃあ次、アジ渡して脱出して。はい。で、もし私、時間あったら外から、ちょっとアジの飲み込みみたいから、アジのやって。私見とるわ。で、大ちゃんとエリックも置いといてって言ってくれへん。分かりました。うん、何時？何分今？まだ大丈夫？コマちゃん、大丈夫？はい、まだ20分。すげえな、40g 食べたな。ちょっともう、それいる？あ、またこれも早そうや。覚えてる？はい。持ってもらおう。大丈夫、大丈夫。
これでおしまい。よし、OK。はい。じゃあ、入りましょう。じゃあ、帰ったら止めてください。あ、止めた。なんや。痛い。痛い。よし、はぁ。顎つけてくるんだって。じゃないんだ。まあいいや。食べた。なお上手。よし、これ顎当ててるな。これいける。おお。あ、ダメか。持ってくの？わあ、怖い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 。あ、めっちゃいい写真いっぱい撮れてると思う。私すごいな、シアがすごい。あのタッチはもうかわいい。長いだね。早いな、この子。よし、あまりない。はい、分かった。